こんにちは、アキスキッチンのアキです。今回はドライカレーを作っていきます。材料はこちらになります。それではこれらの食材を使ってドライカレーを作っていきます。まず玉ねぎをみじん切りにしていきます。玉ねぎのみじん切りを解説した動画がありますので、そちらの動画もぜひ見てみてください。玉ねぎ涙出ない方法ってないのかな。よし、こんなもんでしょう。次に人参を皮を最初に剥いていきましょう。で、先をこのように切ってあげて、人参もね、玉ねぎと同様でみじん切りにしていきます。人参は玉ねぎに比べてみじん切りするのは大変ですけど、泣くことはないんでね、助かります。よし、これで完了。次はルーを細かくしていきたいと思います。今回使うルーはこのバーモンドカレーね、もうめちゃくちゃ美味しいバーモンドカレーのルーを使ってキーマカレーを作ろうと思います。今回はルー3個使います。それではね、包丁で細かく切っていこうと思います。カレーの匂いがすごい。これお腹空いちゃいますね。今回になったらこういうね、別のボウルとかな何かに移しときましょう。はい、このように細かくすることができました。まず野菜を炒めていこうと思います。フライパンに油を敷きます。先ほどみじん切りした玉ねぎと人参を加えて炒めていきます。最初は玉ねぎが白く透明になるまでは中火で炒めていきます。だいたい玉ねぎにしんなりと火が通ってきたので、弱火にして20分間このまま炒めていこうと思います。炒めるのが大変だなっていう人は蓋をしてこのまま放置でも大丈夫です。20分経ちました。最後に 2g 程度のバターを加えて野菜の生臭さを取り除きます。それではボウルに移します。次にね、豚ひき肉を炒めていこうと思います。フライパンに油を気持ち少なめで敷きましょう。こんなもん。ニンニクと生姜を加えて香りを出します。香りが出てきたので、ひき肉を加えていきます。で、ひき肉がね、こまごまになるように炒めていきます。くっついててもあんま美味しくないんでね、火加減中火で炒めてます。お肉が火が通ったので、先ほど炒めたこちらの野菜たちを加えます。で、あとホールトマト缶を加えます。ケチャップが大さじ1で、このまま炒めて煮詰めていきます。あー、トマトの香りがすごいする。で、水 100cc 加えます。調味料を加えていきます。中濃ソースが大さじ1、ナンプラが小さじ1、塩が小さじ2分の1弱ぐらいで、もう少し煮詰めていきます。煮詰まってきたので、これ火を止めて細かく砕いたカレーのルーを加えます。で、混ぜます。これ混ぜることによってね、一気にとろみがつきます。なんか一気にそれっぽくなったんじゃない。水 60cc 加えて火をつけます。うん、美味しそう。
とろみがついたんでね、こちらで盛り付けていこうと思います。完成しました。もう見た目がね、ほんと美味しそうなんでね、食べていきたいと思います。いただきます。やばい、めちゃくちゃうまい。これちょっと感動なんだけど、うん、普通にお店で出せるレベルのドライカレーできましたね。ドライカレールーとトマト缶で作ったので、トマト缶の酸味と旨味がルーと混ざってめちゃくちゃ美味しく仕上がってる。野菜の甘みがしっかりと口の中に広がって、もう最高級に美味しいドライカレー作れたんじゃないかな。この分量でだいたい 2,3 人分作れるので、主婦の皆様はまあこの分量を目安でお子さんに作ってあげるのもいいのかなっていう風に思います。美味しかったのでね、ぜひ皆さんもドライカレー作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。僕はね、この料理以外にね、様々な料理を作っているので、そちらの動画もぜひご覧になってみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さんもね、ご家庭でドライカレーを作って、家族との幸せな食卓の時間を過ごしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。